小石博隆は、大分県早見郡肘町出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。肘町立大臣小学校1年生の時に、外野手として野球を始めると、4年生時から投手としてもプレー。肘町立大見は中学校を経て、大分県立鶴崎工業高等学校に進学したが、甲子園球場の全国大会とは無縁であった。高校からの卒業後に、 立正大学へ進学すると、4年時の春に、チームが、東都大学野球リーグ初優勝を遂げたことから、第40回明治神宮野球大会で2試合に、先発登板。通算投球イニングは14回で、自責点はつかず、被安打5、脱三振19という成績だった。リーグ戦では、通算23試合に登板。通算投球イニングは85回1、3で、 3勝5敗、防御率1.58という成績を残したが、3勝は、すべて4年次の周期リーグで戦で挙げた。1学年後輩に、南正輝がいる。大学からの卒業後に、NTT 東日本へ入社すると、1年目の2010年に、9円で、第81回都市対抗野球大会3試合に、登板。通算投球イニングは6回1、3で、 失点や安打を一切許さず、8個の三振を奪った。さらに、第37回社会人、野球日本選手権大会では4試合に登板。2試合に先発したほか、大会の優秀選手に選ばれた。2011年の NPB ドラフト会議で、埼玉西武ライオンズに2巡目で指名、契約金7000万円、年俸1300万円という条件で入団した。 背番号は29。なお、ドラフト会議直後の2011年11月に、京セラドーム大阪で開かれた第82回都市対抗野球大会では、先発で3試合に登板。通算投球イニングは21回に、3で、被安打12、脱三振19、自責点1、防御率0.242という高成績を挙げたことから、くじ賞を受賞するとともに、 大会の優秀選手にも選ばれた。ちなみに JR 東日本との決勝戦では西部から一巡目で指名されていた戸亀県との投げ合いに敗れている。2012年には4月26日の対福岡ソフトバンクホークス戦に先発投手として一軍公式戦にデビュー。5月3日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦にも先発で登板すると7回無失点の 口頭で一軍公式戦初勝利を挙げた。シーズン中の8月19日に常磐自動車道で自家用車を運転中に2台のバイクと接触する事故を起こしたため、球団から厳重注意の処分を受けた。この処分によって残りシーズンの公式戦への出場を自粛したが、シーズンの終了後には中崎優太、中田翔太と共にオーストラリアンベースボールリーグの メルボル運営シ図に派遣された。西部時代の2012年3月10日、西部ドームにて2013年にはオール中継ぎで一軍公式戦11試合に登板。5月22日の対広島東洋カープ戦でプロ初ホールドを記録した。2014年にはイースタンリーグ公式戦24試合に登板。投球イニング、勝利数、脱三振はいずれもリーグ最多で、 最多勝利のタイトルを獲得するとともに、産 k スポーツの選定による優秀投手賞も受賞した。しかし、一軍公式戦への登板は、わずか4試合で、2敗を喫した。2015年には、イースタンリーグ公式戦15試合に登板。5勝2敗、防御率2.64と高騰したが、一軍公式戦への登板は3試合にとどまった。二0十六年には、 ロングリリーフを中心に一軍公式戦で自己最多の50試合に登板。6月5日の対阪神タイガー,アース戦では1点リードの12回裏に登板すると1イニング無失点で1軍公式戦初セーブを挙げた。2017年にはイースタンリーグ公式戦19試合で4勝1、セーブ、防御率2.31をマーク。一軍公式戦への登板は10試合で、 勝敗はつかず、防御率は8.74にまで達した。2018年には、オープン戦の中継当番で高騰を続けたことを背景に、レギュラーシーズンを一軍でスタート。一軍公式戦では、5月24日の対、ソフトバンク戦で6年振りの白星を挙げたほか、22試合の当番で、防御率を4.10にまで改善させた。もっとも、 左投手の野田昇が台頭したことや、自身と同じ変則左腕の小川達也が、シーズン途中に中日ドラゴンズから移籍したことから、6月末以降は、二軍で過ごすことが多かった。2019年には、一軍公式戦8試合に登板。8月15日の対オリックスバファローズ戦では、先発で7失点の本田圭介に代わって2回表の、 西から3回表の終了まで投げたが、3回表に、ステフェン・ロメロから、満塁本塁打を浴びるなど5点を失った末に、降板した。この試合では、小石に続いて投板した4投手も、全員失点を許したため、チームは公式戦ワースト大記録の1試合20、失点で大敗している。シーズン終了後の10月3日に、球団から戦力外通告を受けたものの、 NPB た球団での現役続行を希望していたため11月12日には12球団合同トライアウトへ参加。しかし現役投手としての獲得のオファーを受けるまでに至らないまま現役を引退した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。2020年シーズンからは読売ジャイアンツの打撃投手に転身する。 小さいテイクバックからギリギリまで左腕を隠すことによってボールのリリースポイントを見えづらくした投球フォームが特徴でセーブへの入団当初は電電太鼓に例えられることもあった大学2年時の夏にこのフォームを身につけると改造前は最速でも時速 130km 台後半だったストレートが時速 146km に達した NTT 東日本時代には ストレートが最速時速1 3 0トル台にとどまった。一方で、スライダー、シュート、カーブ、スクリューなどの変化球を駆使していた。高校2年時に国語の授業の一環で、伊藤園大井お茶新俳句大賞に俳句を応募したところ、都道府県単位で5人ずつ選出される都道府県賞を受賞した。西部への入団直後にお立ち台に上がるまで、 俳句の疲労を封印すると公言していたが、入団1年目の一軍公式戦初勝利で、お立ち台に上がった際に俳句を披露した。また、友人の誕生日にレアチーズケーキを焼いたことがあるなど、お菓子作りも得意である。大学時代の同級生である女性とおよそ6年間に、わたって、交際を続けた末に、西部2年目の2013年12月12日に、結婚した。ちなみに、 結婚を発表した際にも自作の俳句を一句披露している。2019年のシーズン終了後に参加した12、球団合同トライアウトでは、僕という人を見てほしいというニュアンスを込めて、登板の前後に、球場中に響き渡る大声で自己紹介。対戦した3人の打者をわずか4球で凡退させたことでも注目されたが、結局は現役からの引退に至った。 ありがとうございます。